北国新聞ニュースをお伝えします3月の石川県知事選挙で自民党石川県連に所属する32人の県議会議員のうち6人が長谷博元文部科学大臣18人が山田修司前参議院議員を遂行を示していることがわかりました自民党石川県連は3月13日の知事選挙について 自主投票とする方針を決めていますこれを受けて北国新聞社は県連所属の県議32人に支持する人を聞きましたその結果去年7月にいち早く出馬を表明した長谷氏を6人が押す意向を示し当選回数を重ねたベテラン議員の支持が目立ちましたこれに対し山田氏を押す意向を示したのは18人で 若手や加賀・の党選出の県議が中心でした山田氏は加賀・の党の両地区で半数以上の県議から支持を集め金沢でも長谷氏を上回りました残る8人の県議は未定と答えましたがうち2人は長谷氏1人は山田氏を支援したい考えを明らかにしていますまた県関係の国会議員はどちらを支持するか 五人全員が未定ですが、県議など関係者は長谷氏三人、山田氏一人と色分けしています。大相撲初場所二日目の昨日、県出身力士は円法が新年最初の白星を挙げ、遠藤輝輝は敗れました。西重量十両10枚目の円法は体重百九十一キロと腰の重い。 東十両10枚目の徳勝龍に対し果敢に前に出て攻め込み最後は引き落としで破りました。炎鵬は取り組み後の取材にとりあえず初日が出てほっとしていますと晴れやかな表情でした体重は過去最も重い105キロになり実家から送ってもらった餅を食べ正月太りしましたと笑いながら話していました。 西前頭3枚目の遠藤は、西前頭4枚目の北斗富士と当たりましたが、右からの上手出しなぎに屈し、今場所の初黒星を喫しました。東十両筆頭の輝きは、西十両2枚目の琴勝峰との激しい一番で会場を沸かせましたが、寄り切りで敗れ、2連勝はなりませんでした。 ヤクルトの奥川康信投手が成人の日を迎えた昨日、家族や今まで携わってくださった方に感謝したいというコメントを出しました。清涼高校からドラフト1位でヤクルトに入った奥川投手は、入団2年目の昨シーズンに9勝をマークしました。また、クライマックスシリーズのファイナルステージと、 日本シリーズでは、共に初戦を任されて口頭し、ヤクルトの20年ぶりの日本一に貢献しました。成人の日を迎えた奥川投手は、球団を通して、家族、そして今まで携わってくださった方に感謝したい。20歳になり節目の年でもあるので、さらに頑張って結果を残したいとコメントを発表しました。 また、エース候補として望む3年目についてまだまだだがこれからも成長していきたいと飛躍を誓いました110番の日の昨日、金沢東警察署の署員が JR 金沢駅でキャンペーンを行い適切に110番を利用するよう呼びかけました石川県警によりますと去年の110番受理件数は 11月末の時点で4万6621件ありましたが警察への要望や免許更新などそれほど急を要しない相談が6341件に上り13.6%を占めました緊急性の低い相談に追われると警察官が急行しなければならない事件や事故の対応が遅れる可能性があるため県警は警察相談 専用電話「シャープ9110の利用を呼びかけています金沢東署員たちは昨日、金沢駅でチラシを配り事件や事故詐欺に関する不審電話は110番に身に覚えのない料金の請求や生活の困りごとのほか過去の事件に関する情報は「シャープ #9110」や最寄りの警察署に連絡するよう呼びかけました。 このうち、百頭番通報の場合は、電話口で警察官から何があったのか、発生時間や場所などを尋ねられます。このため、金沢東署地域課の担当者は、警察官から聞かれた質問に慌てず、焦らずに答えてほしいと話していました。 佐藤表千家の山本社中がきのう初釜茶会を開き北国新聞文化センターの受講生が新年を断りました初釜茶会は金沢市橋場町の金城楼で開かれ表千家流佐藤教授の山本宗樹さんが席主を務め北国新聞文化センター金沢本部教室で学ぶ受講生22人が稽古始めに臨みました。 座席には春の息吹を感じさせる鮮やかな緑色のよもぎあを使ったときばまんが出され、参加者は大開きの島台茶碗で心静かに一服を味わいました。また、床にはつぼみ膨らむ白色のボタンが飾られ、軸は大徳寺190世天出王将の一行、松に古今の色なしがかけられたほか、 江戸にちなみ、鉱木で彫られた虎の置物も置かれました。ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。